3月16日、自覚はこれからずっと模擬だけだから今日は一日休んで旭川行ってきた。遊んできたわけじゃないけどね。まず病院行って検査してきた。平熱36度7分とか、めっちゃ健康。血圧低いけど床屋行ってきた。店名なんだっけかな、小暮れ忘れた。適当に話して前髪に宿毛矯正してみた。うわ、ずっと何言ってんだ。スルスルなんだけど。メイトで桜庭小春の漫画一冊とスフィアのアルバム、スーパーセルのアルバム買っちゃった。まだスフィアの聞けてないけど、スーパーセルめっちゃいいんだけど、ロックンロールなんですのって曲が結構気に入った。多分これからももっと聴くともっと好きになるんだろうけど。あと服買ってもらった。今まで母さんにお金出してもらってたけど、東京行ったら服も自分で買わなきゃいけないんだろうな。まあ大抵の人はそうだよね。あまり甘えんなって話、ほんとそうだよな。家帰ってから純の車に乗せてもらって坪八行ってきた。坪八久しぶり。面白くなかった。2000円って言ってたのにプラス500円取ったし、なんか違ったな。何がとは言わないけど。その後ユーランドでケイタとジュンとカラオケ行ってきた。1時間って一瞬だわ。そしてやっぱジュン歌うまいわ。今日の話はここまで。続きはまたいつか。IQ めっちゃ落ちてる。急に頭悪いな。頭悪い。血圧低かったけど。どこがいい。どういうこと。血圧低いけど。別にそこ。血圧低いけど。髪切り行ったって。血圧関係ないよ。だって別に髪切りに行くの。で、宿毛矯正。スルスルみたいな。スルスル。スルスルじゃない。スルスル。スルスル。スルスルっていう。何だろう。アニメイト、メイトって言って。メイトね。メイト行ってきた。スーパーセルか。懐かしい。懐かしい。クロールダンス。どういう服買ったの？どういう服だったっけな。わっか、シャツかな、チェックの。わかんないけど。でもなんか、ありそうだね。当時の高いの着てたわ。多分チェックのシャツ。赤いやつかな。赤いやつかな。うん、チェック。紫の首太いやつとか。あったっけ、そんな。あったけどね、懐かしいな。恥ずかしい。急にちょっと恥ずかしくなってきた。どうしたんだよ、なんでそんなアホになったんだろう。割とちゃんと返してたけどな、今まで。うん。まだ東京の感覚が抜けきれてないかもしれない。まだ浮かれてる。東京の風でまだ寝られちゃってるかもしれない。うん。なんで決め顔。なんで決め顔。また来週。はい。